こんにちは。わー、気持ちいい風。お洗濯ですか？します。この爽やかな香り何でしたっけ。わっ、おっとっと、ああ、ネロリの香りだ。いたいた。すがすがしいな。僕も好きです。しゃあ、あ、お昼寝だ。安らぎますの。ますの。僕もご一緒していいですか。何ネロリソープで清潔感香るクレア誕生です。アロマリッチしよ。この爽やかな香りはネロリ？安らぎますの。その人は清らかでした。清潔感香るクレア誕生です。クレア誕生。新垣結衣さんです。よろしくお願いします。せーの。そのまま両サイドからギュッと抱きしめる感じで抱きしめてしまって、こっちに向かう。お疲れ様でした。今回そのシャボン玉目線でこうカメラが動いていくということで、とても躍動感のある華やかな映像になるのではないかなと、あの根底を見させていただいた時から思ってたんですけど、実際に撮影も進んでいって。こう見てるとやっぱりこう想像したようなこう素敵な世界観になるのではないかなと思いました。こうタイミングとかこう難しいのかなと思ったんですけど、スタッフさんたちと一緒にこう合図を決めたりだとか、いろいろこう教えていただいて、スムーズに進むようにいろいろとこう準備していただいてたので、順調に撮影できたのではないかなと思います。ダンスとは違うんですけど、その動きを作ってくださった
方が今回いらっしゃったので、その方のお力ですね。はい、ネロリという名前は知ってますし、多分嗅いだこともあるんだと思うんですけど、これがネロリの香りだっていう、こうイメージはこうあんまりはっきり自分の中でないなと思って、あんまりよく知らないかもという印象です。人気なんですね。私も常に安らぎたいと思ってるのでこれからちょっと注目してみようかなと思いました。あれみかんじゃないんだでも この香りとは違うんですよね。このお花の方の香りですもんね。でもだいだいってこう色の名前ではよく聞きますけど、そう、このこれがだいだいなんですね。勉強になりますすごく爽やかですね。清潔感とはまさにという香りですね。フローラルだけじゃなくて、ちょっと柑橘の香りもする気がします。撮影のこのシチュエーションに本当にすごく合うなと思いました。こう青空の下でシーツを広げて、風に吹かれてその香りがこう香ってくるって、すごくぴったりな香りだなと思いました。ネロリはお花ですけど、フローラルの華やかな香り、甘い香りだけじゃなくて、その柑橘系の爽やかな香りがあるので、こう甘すぎないので、性別を問わず相性の良さそうな香りだなと思いました。何かを香りたいなって思う時って、私はなんかこう力を抜きたい時が多いので、こうほっとしたい時とか、本当にまさしく安らぎたい時とか、そういう時に香りの力に助けてもらいたいと思うことが多いので、まさにこういう今回のような香りは ありがたいというか、ぴったりだなと思いました。洗うのは好きですけど、畳むのは苦手です。洗うのは好きで、洗濯機に入れてこう好きなこう香りの洗剤、柔軟剤を入れて洗うのは好きです。で、干すのも結構好きです。なのでハンガーに干した状態でもクローゼットになるべく入れたいというタイプです。タオル類はタオルだけとか、部屋着は部屋着だけとか、色物はちゃんと分けるとか。なんか寝具はこういう香りがいいなって、本当に寝るのが大好きなので寝具はちょっとこの香りでしばらく試してみようかなとか、そういうのありますね。久しぶりに味噌汁を飲んだ時になんか安らぐなと思いました。おうちご飯の時間にちょっとお味噌汁を作るっていうことがご無沙汰になってた時があって、久しぶりに作って食べた時に、はあ、美味しいってこうなんかこうホッとするような気持ちになりました。何なんでしょうね。 D
DNA に刻まれてる何かがあるような気がしますね。街の中にある銅像とかになって、そういうのってこう待ち合わせ場所になったりするじゃないですか。こうそこでちょっと見える人間ドラマみたいなあるのかな、なんか誰を待ってるのかなとか、そういうのをちょっと観察してみたいかも。皆さんこんにちは、新垣結衣です。アロマリッチから新商品クレアが誕生しました。クレアは清潔感のある心安らぐ香り、ネロリの爽やかで清々しい花の香りをソープやムスクで柔らかく包み込みました。どんな方でも使いやすい爽やかな香りなので、ぜひ試してみてくださいね。以上、新垣結衣でした。